こんにちは、エミリです。今回の動画はクロスノットの詳しい編み方です。6ミリリボンで編んでいきます。まずリボンの真ん中に折り目をつけます。真ん中を重ねて十字にします。では編み始めましょう。まず一番上にあるピンクを輪にして右の真下に持っていきます。で次に右にある黄色を左に持っていきます。最初から下にあったピンクを真上に持っていきます。で最初から左にあった黄色をこのピンクの輪に通します。で通したらリボンを引っ張って形を整えます。でこうやって四角形ができたら OK です。裏はこんな感じです。もうね、形を整えます。で1段目はこう時計回りに編んでいきます。でこれで1段目が編めました。で2段目を編んでいきます。2段目は1段目とは違う編み方です。まず一番上のピンクを輪にして、で今度は右斜め下に持っていきます。下にあるピンクの右隣に来るようにします。で次に右にある黄色を左斜め下に持っていきます。で最初から下にあったピンクを今度は左斜め上に持っていきます。で最初から左にあった黄色をこのピンクの輪に通します。で全部のリボンを引っ張って形を整えます。1段目の編み目よりもこうやって丸みがあります。でこれで2段目が編めました。1段目と2段目はこう時計回りに編んでいきます。で3段目と4段目は今度は反時計回りに編んでいくことになります。では3段目を編んでいきます。まず一番上のピンクを輪にして今度こう真下に持っていきます。で左にある黄色を右に持っていきます。で最初から下にあったピンクを真上に持っていきます。で最初から右にあった黄色をピンクの輪に通します。で全部のリボンを引っ張って形を整えます。これで3段目が編めました。次は4段目です。一番上にあるピンクを輪にして左斜め下に持っていきます。下
下にあるピンクの左隣に置きます。で、左にある黄色を今度は右斜め下に持っていきます。で、最初から下にあったピンクを右斜め上に持っていきます。で、最初から右にあった黄色をこのピンクの輪に通します。で、全部のリボンを引っ張って形を整えます。これで4段目が編めました。では5段目を編んでいきます。まず一番上にあるピンクを輪にして真下に持っていきます。で、右にある黄色を左に持っていきます。最初から下にあったピンクを真上に持っていきます。で、最初から左全部を引っ張って形を整えます。で、6段目以降は2段目から5段目の編み方を繰り返していきます。で、真ん中は隙間が開かないように気をつけてください。で、ピンクと黄色をどちらを上にしても編めます。今回はピンクを、ね、縦にして編んだんですけど、休憩してなんかどっちが縦でどっちが横だか分かんなくなっちゃっても編めるので大丈夫です。交互にピンクと黄色が交互に出ていってます。今までとはまた違った編み目です。丸めるとこんな感じになります。以上がクロスノットの編み方になります。3ミリリボンで編んだクロスノットの作品たちです。こちらは、パステルカラーで作ったブレスレットになります。こちらはくすみカラーやあとネオンカラーで作ったイヤリングになります。リボンの色が違うだけでこんなに印象が変わります。ぜひ皆さんもこのクロスノットの編み方でいろんな作品を作ってみてください。今回の動画がいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。